ダニエル・リー・ローズはイングランド・サウス・ヨークシャー州ドンカスター出身のサッカー選手。プレミアリーグはトフォード FC 所属。元イングランド代表。ポジションはディフェンダー、ミッドフィールダー、フォワード。リーズ・ユナイテッドのユースチームから2006年にトップチームデビュー2007年に17歳にしてトッテナム・ホットスパー FC への移籍が決定する。トッテナム加入後は バトフォード FC、ピーターバラユナイテッド、ブリストルシティ、サンダーランド AFC でのローンを経験する。当初はウィングやサイドハーフの位置でプレーしていたが、後にサイドバックにコンバートされて才能が開花した。2013年にトッテナムに復帰すると背番号を3番とし、中心選手として活躍を始める。 2016年8月トってナムとの契約を2021年まで延長した。2016年8月27日のリバプール戦でシーズン初ゴールを記録した。2016年12月18日のバーンリー戦ではチームを勝利に導く決勝ゴールを決めた。2015から16シーズンの活躍によりプレミアリーグベスト11に選ばれた。 2016から17シーズンは怪我で終盤戦を離脱するもそれまでのパフォーマンスが認められて2年連続でプレミアリーグの年間ベスト11に選ばれた怪我のため約9ヶ月離脱していたが10月17日の UEFA チャンピオンズリーグのレアルマドリード戦で途中出場で復帰した2017から18シーズン頃からクラブとの確執が噂され 2017年夏には、クラブ批判とも取れる発言をし、その後謝罪している。また、同時に、怪我の間にうつ病になったことも明かした。2018から19シーズンは、左サイドバックのポジションを、ベン・デービスらと争い、リーグ戦26試合に出場した。UEFA チャンピオンズリーグ準決勝アヤックス戦、セカンドレグでは、0から3で迎えた後半10分。 自陣の深い位置で、またイスでリフトを、コネきして、ルーカスモーラの1点目の起点となる、ロングボールを放ち、逆転勝利に貢献した。決勝リバプール戦にも出場したが、チームは0から2で敗戦した。2019から20シーズンは構想外とみられ、プレシーズンマッチに帯同しなかった。しかし遺跡の交渉がまとまらず、 残留する運びとなった。2020年1月30日、入滑するユナイテッド FC に、シーズン終了までのレンタル遺跡が発表された。2020から21シーズンも引き続き、構想外となり、トップチームでの出場機会はなかった。また、シーズン途中にはトラブゾンスポルへの遺跡交渉があったが破断になっていた。2021年6月15日、 フルスノワトフォードとの契約が発表された。各年代の代表及びロンドンオリンピックでのイギリス代表を経て2014年8月28日にイングランド代表のフル代表への招集が発表された。2016年3月ドイツ代表との親善試合で初のスタメン出場を果たすとコンスタントに代表に招集されるようになり2016年の UEFA ユーロ2016にも出場した。また 2018FIFA ワールドカップでもメンバー医師、出場を果たした。ありがとうございます。